これだな。よし、取れたぜ。これだな。よし、取れたぜ。エモいぜ。何見てんだよ。開けてみるか。開いた。何かんくれてんだ。お疲れ様。よう、サイコ。飲み始めたところか？ええ。けど、ちょっと困ったことがあって、あんまり気持ちよく酔えてない感じなんです。どうした？何を困ってるんだ？前に何回か話した恋バナですよ。経営コンサルの社長から猛アプローチが来てるやつ。あれか。相変わらず結婚をちらつかせてきてるのか。そうなんですよね。モテる女はのんびりしてる暇もねえってか。キャバクラの客として遊びに来てるっていうより、結構本気で私にグイグイ来るんです。他の若いキャストの子には目もくれずに。向こうはパッと見プレイボーイで金もあって事業もうまくいってるみたいだし、そんな私だけにこだわらなくても良さそうなのに。何か向こうに別の魂胆があったりはしねえのか？一応私人並みに貯金はあるけど、相手の方がよっぽど景気はいいですしね。お金目当てじゃないとすれば、私の美貌と人間的魅力、知的な振る舞い以外に彼を引きつけた理由に心当たりはないかな。なるほどな。そんだけありゃ疑いはなさそうだ。要するに向こうがお前に惚れたってだけの話じゃねえか。とはいえ、本当に私は今結婚を考えてなくて、お店はまだまだ小さいけど、やっぱりオーナーとして経営するの楽しいし。で、向こうには結婚とか考えてないよって伝えてもいます。
なのにそれでも私にアプローチしてくるのってどういうつもりなんでしょう。やっぱり何か相手に魂胆があると考えた方がいいんですかね。ちょっと気味が悪いかも。その男のことを詳しく教えてくれ。そうすりゃもう少し見えてくるかもしれん。私の方でも一通りは調べたんです。結果としては特に不審なとこはなかったかな。彼はそうですね、経営コンサルの創業者なんですけど、別の会社の社長の御曹司でもあるんです。そういう意味じゃ身元の保証は折り紙付き。裕福な割にあまり親に頼らないようにして、ちゃんと苦労も重ねてきたみたいだったかな。お前自身も案外その男のことを買ってるんだな。人生で苦労を重ねてきている人は話しててやっぱり分かりますからね。彼はその点ただのボンボンと違ってるし、真面目一辺倒でなく遊びもそれなりに覚えてきた。そういう人頼もしいとは思いますよ。バラの花束はもうたくさんだけど。そういやこれは俺の勝手なイメージだが、春日もバラ攻撃はやりかねねえよな。ええ、そうやって空回りしちゃって肝心なとこを押さえてなかったりするのが目に浮かびますね。少なくともあいつならもし魂胆や打算があっても丸見えで警戒はしなくて済む。悪いやつじゃねえよな。なんです、なんだか桐生さん私に一番のことを売り込んでいる人みたい。もしかして何か聞きました？一番が私をデートに誘ってきたこととか。お前の口から話を聞かせてくれ。春日や難波から小耳には挟んでる。あんまりはっきりとは聞いてないってことか。ハワイにいる間は何かと忙しかったんだ。他に急いでやらなきゃならねえこともあった。今はこうして一息ついて飲むこともできている。はいですね。デートの時に何かあったみたいだな。あいつもね、私にプロポーズしてきたんです。それも初めてのデートの時に。初デートでプロポーズか。あいつらしい。だがうまくいかなかったわけか。最近しばらく話もしてねえってことは。ええ、一番からは結婚したらどうなる、こうなる、ああなりたいって、なんというかむき出しの打算を見せられて。あいつが不器用なのは分かってるからいいんだけど、私に言わせると聞きたかったのはそれじゃなかったんだよなって。いきなりプロポーズされたこと自体は良かったのか。まあお互いそれなりに付き合いは長いし、一番の方は自分の気持ちはずっと変わらないって思い詰めたんだろうし。全く脈がなかったわけでもないんだな。そうですね、素直に言えばちょっと胸がときめいたし、あの時は多分一番と同じくらい聞いてるこっちも緊張してたと思うんです。そうか、今話を聞いてる俺の方までなんだか緊張してくるぜ。本当ですね、全くです。
せっかく桐生さんと飲んでるのにまた一番の話になっちゃったじゃないですか。そういやそうだ。桐生さんの方こそ浮いた話とかないんですか。これでもしばらく前から俺は病人なんでな。もちろん昔はそれなりにあった。興味ありますよ。時代は随分遡る。俺は養護施設に預けられてて、彼女もそこに後から入ってきた。一目見たその時から特別な何かがあって、まだガキだった俺は無邪気に舞い上がっていたと思う。だが。だが？この話をするには一日二日じゃ終わらねえ。そして俺はもうなんだか眠くなってきたよ。うわ、ちょっとそれ何ですか？ずるくありません？いつかコンディションが整った日にたっぷり時間をかけて話すさ。もうそれいつですか？そこまで言うならちゃんと予定入れますよ。無茶言うな。この年になるといつ体調が万全かなんて分かりゃしねえんだ。もう言い訳が姑息。なんとでも言え。よう、ソンヒ。俺も一緒にいいか？もちろん構わないんだが、キリュウさん、体調の方は？大丈夫だ。これでも量は制限している。気を使わせちまってんな。いつも俺たちとつるんでくれているが、組織の方はいいのか？部下に任せっきりで。ああ、私がわざわざ動くような事態はほとんどない。何か必要があれば連絡が来る手はずになっている。だから桐生さんは私に気を使わないで。電話鳴ってるぜ。そうだな、鳴らせておくさ。今はせっかく桐生さんと飲んでいるんだけどな。見ての通りだ。もし重要な案件ならきっとまたすぐかけ直してくる。かかってきたぞ。ふん、桐生さんと飲んでいることより重要な用事なんてないさ。そう言ってくれるのはありがてえが、かえって落ち着かねえ。これで静かに飲めるな。さ、気を取り直して飲もうじゃないか。ソンヒ、電話かけ直した方がいいんじゃねえか？私がすぐにどうこうせずとも部下たちで何とかするさ。そうするよう日頃鍛えてもある。あんたがそう言うなら、これ以上俺がとやかく言うことはねえ。仕方あるまい。ちょっと失礼するよ、キュリューさん。ああ、もちろんだ。なんだ、重要な要件なんだろうな。ああ、わかったよ。じゃ。どうした？何の用だったんだ？いいんだ、大したことじゃない。ただちょっとトラブルがあってね。部下がわざわざ何度も電話してきたのに、ちょっとしたんなのか？コミジュルの縄張りで火事が起きているらしい。何？大丈夫、ぼやで済みそうって話だ。ただ放火の可能性があるとのことだった。
ハンピン・リューマンの男たちが不審にうろついていたらしい。ハンピン・リューマン、今はコミジュルと一緒にあんたがまとめているんじゃなかったのか。ああ、だから詳細を今調べさせている。キルさんは気にしないで大丈夫だ。さ、この話はもういいだろ。あんたは今俺と飲むよりやることがある。遠慮しなくていい。部下の元へ行ってやれ。いや、しかし俺はもう今日は十分に酔った。これ以上飲むとまた難波のやつに叱られる。少しでも顔を見せに行ってやってくれ。俺よりも今はコミジュルがあんたを必要としている。わかった。あなたも一度言い出したら聞かないな。今日はここで失礼するよ。ああ、なに、また今度のもあんたさえよければな。願ってもない話だ。じゃあ。大変だな、トップに立つ人間ってのは。大吾もあんな苦労をしてたんだろうな。よう、難波、隣空いてるみたいだな。ええ、もちろんです。例の件、何か進展はあったのか。覚えてくれてましたか。実は俺、例のドジっ子みやびちゃんに誘われて二人で飲んできたんです。よかったな。若い二人に幸あれと願っておくよ。残念ながらそういう話じゃないんです。じゃあ首の件について何か話があったってことか。彼女からは気になる話があるって誘われたんです。何でも俺が会社をクビにされた理由に思い当たる節があるって。ほう。彼女ね、実はもともとお偉いさんの秘書だったんです。それが会社の事例で急に検品作業の現場に回されて慣れない仕事を強いられたそうでして、だからだったんですね。俺のいる現場に回された時には失敗続きでドジっ子扱いになっちまってた。お前だけじゃなく彼女も会社に振り回されてたってことか。ええ、そんでここからがさらに重要なんですが、俺の首も彼女の移動も同じ人間が絡んでたんです。この件の黒幕ってことか。ちょいと大げさですけどそういうことです。そいつはみやびちゃんが秘書についてたある重役だったんです。ほら見てくださいよ、これ会社のホームページに顔が出るほど偉いやつで、こいつが相当のセクハラ野郎で秘書だったみやびちゃんに愛人になるよう迫ってた。でも彼女はなびかない。で会社にその役員からセクハラを受けていると訴えたそうです。毅然としてるじゃねえか。ええ、全くその通りで、その後会社はセクハラ役員を処分しました。でもそれは減俸数ヶ月とか申し訳程度の罰でしかなかった。ここから役員の仕返しが始まるんです。どういうことだ。まもなくみやびちゃんは
秘書の仕事を取り上げられて例の検品作業に異動を命じられたんです。表向きは会社を取り巻く景気や情勢に合わせた通常の人事異動というふうに説明されました。そして俺のいた現場へ回されてきたわけですが、もちろん野郎の報復人事だったに決まってます。表面上役員のセクハラにはもう処分が下ってる。彼女としてもこれ以上は声を上げづらいのか。ええ。でセクハラ役員はみやびちゃんが検品の現場に来てからもちょくちょく彼女のことを覗きに来てたそうです。そんである時、俺が彼女に優しくしてもらってるのを目撃したみたいで、その役員相当嫉妬深いやつらしくて、それだけのことで俺を追い出すことにしたってんです。これが会社が俺をクビにした本当の理由、この間桐生さんが言ってた第三の理由だったんです。仇の会社も結構ドロドロしてやがんな。そんな裏があったとは。それでそのセクハラ役員ってやつはお前がクビになった後はどうしてるんだ？実はですね、案の定というかなんというか、最近またみやびちゃんにつきまといだしたそうです。ずいぶんとやりたい放題だな。まったくその通りで。それでお前はこの話を聞いてどうするつもりだ？桐生さんはどう思います？この後俺はどうするべきなんすかね。そうだな、まずは彼女をデートに誘え。なんでそうなるんですか？前は彼女が誘ってくれたんだろう。ならこっちからも誘うのがたしなみってもんだ。いや、さっき言ったじゃないですか、彼女そういう目的で俺と会ったんじゃないんですって。わかってるよ、冗談だ。はあ、びっくりした。急に何言い出すのかと思いましたって。まあでも桐生さんに話したら少し自分の頭の中が整理できた気がします。そうか、役に立てたんなら何よりだ。いつも話聞いてもらって感謝してますよ。やっぱり持つべきは飲み友達ですね。ならそろそろ酒で乾杯したいな。それはおいおいってことで。いらっしゃい。いただきます。ごちそうさま。ありがとうよ。飲みすぎた。
エモいぜ。やってやるぞ。覚悟してよね。しびるんじゃねえぞ。いつでも行けるよ。やるか。やったろうぜ。行くぜ。出番が来たな。どうした？私も狙うか。私の番。見せてあげる。それ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 
番が来たな。必殺私の番。合わせるぞ。さっさと。頑張りますか。俺の番か。よし、バッチリ。どうしようかな。狙うか。やるか。出番が来たな。合わせるぞ。行くぜ。私の番。やったろうぜ。私の番。狙うか。見とれないでよね。これ成長。見とれないでよね。よし。体調万全だぜ。見た後にこの川見るとマジで汚ねえな。比較対象が偉大すぎない？でもよ、なんだかホッとするのはこの川の方なんだよな。まあ気持ちはわかるぜ。小綺麗なホテルよりも散らかってる自分の家の方が落ち着く。そうそう、そうなんだよ。実家に帰ったような感じだな。なんちゃんの実家、ドブ川でいいの？普通のドブ川は嫌だけどよ。でもここには大事な思い出があるんだ。海辺の高級シャンパンよりもここで飲むヒレ酒の方が俺は好きだな。そっか、そうなんだね。今度私にも飲ませてよ、そのヒレ酒。ああ、うまいの作ってやるよ。みんなで飲もうぜ。楽しみにしておくぜ。懐かしいな。私の番。手伝うぞ。合わせる。どうしよっかな。手分かってこいぜ。ほれほれ、容赦しない。頑張りますか。追撃する。俺の番か。かかってきなよ。ガッチ
まだ強くなれるか。まだまだ強くなれそうだ。私の番。任せて。行くぜ。追撃する。出番が来たな。サポートする。どうしようかな。来ないの。やる。恥かいた。目が変になったぞ。俺の番か。悪くない気分。大人の渋みが出てきた。素直に喜んでおくか。しびるんじゃねえぞ。楽しませてもらうよ。やるか。来い。出番が来たな。わたしの番。容赦しない。おやすみ、ベイビー。私の番。いや、熱い。頑張りますか。俺の番か。こっち見ろよ。ここだ。これだ。どうした？はい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 。やるか。出番が来たな。ほっ。よし、バッチリ。私の番。問題ねえ。頑張りますか。サポートする。どうした。ほらほら、行くぜ。来ない。あっつ。どうしよっかな。ほらほら、さっさと来い。見せてあげる。Yeah!
やるか。狙うか。出番が来たな。任せて。サポートする。俺の番か。手伝うぞ。私の番。私の番。任せて。逃がしゃしねえな。何も見えないぞ。どうした。おやすみ、ベイビー。頑張りますか。私も狙うか。相手にならねえな。開けてみるか。やったぜ。どうなるか分かった。いつでも行けるよ。私の番。任せて。行くぜ。頑張りますか。どこに嫌がる。さて、私の番。さっさとこい。やるか。俺の番か。やったろうぜ。はい、一枚。おしよ。こんなもんだ。何見てんだよ。泣き叫んでも勝ち行こうぜ。私の番。さあ。どこ見てんの。相手してる。ほら。ほら来い。ほら来い。ほら。さて。やるのかよ。おいおい。さっさと来い。来いよ。いいのかよ。やんのか。ほら。恥かいても知らないから。相手してやる。いつか。かかってくれ。サポートする。どうしよっかな。さて。行くぜ。痛めつけてやる。出番が来たな。やるか。やるのかよ。脇が甘いな。しつけの時間。動けねえ。相手してやる。こいつを。私の番。俺の番か。体を持て。恥かいても知らない。バシッと決めるぜ。おお、あっちで。あっつ。私の番。楽に死ねると思うな。行くぜ。くれ。調子出ないな。追撃する。きっついな。任せて。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとう。やってやろうじゃねえか、おい！私の番。私の番。どうしよっかな。さっさと来い。俺の番。やかろうぜ！出番が来たな。サポートする！私の番。
度胸だけは買ってやるよ。この前賞を取った有名作家がこの近くにある書店でサイン会するんだって。そうそう、好きな人で。やってやろうじゃねえか。後悔するなよ。やるか。よし、私の番。私も狙うか。俺の番か。頑張りますか。私の番。ほら、かかってきなよ。相手してやる。行くぞ。出番が来たな。どうなってんねん。行くぜ。どうしよっかな。やる。任せて。頑張りますか。俺の番。私の番。私も狙うか。こんなもんだ。何でもできそう。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。俺マジでたこ焼き好きなんだよね。いただきます。ちょっと大丈夫？もっと落ち着いて食べなよ。いや、目の前のたこ焼きにテンション上がって猫舌なの忘れてたぜ。ここのたこ焼きは中がトロッとしてるから外が多少冷めても中は熱々だ。それがいいのよね。外側のカリッからのトロって感覚ほんと好き。わが飲み込んでから話せ猫舌。うっと湿気ついつい止まらなくてな。しかしよ、このたこ焼き食った後にハイボールグイッていくってのはまさに至福の時間だな。ああ、酒が進むんだよな。止まらなくなるって難波の気持ちもわかるぜ。他のトッピングとの相性もいいからいろいろ試したいのよね。ソンヒはおすすめある？へへ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 へごめん、ソンヒも猫舌だったのね。ごちそうさま。ありがとうございます。
これだな。よし、取れたぜ。もしもし。キリュウ、伊達だ。伊達さん。実は今、俺も偉人町に来てたな。少し顔を出してくれ、話がある。もし時間がねえなら、あくまで待つぜ。嫌に強引なんだな。お前、エンディングノートを作るって言ってたろ。それ聞いて少し思うところがあってな。俺も人生のやり残しを片付けておきたいんだ。そんな風に言われちゃ断りようがね。もちろんそう来なくちゃな。どこに行けばいい？ローズブロッサムっていうキャバだ。お前が来ることは店の門に話し通しとく。じゃあ待ってるぞ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだ、殺すぞ。
すぐ倒れんじゃねえぞ。かかってきやがれ。私の番。サポートする。うわっ、うわっ、どうしよっかな。うわっ、うわっ、出番が来たな。任せて。くそ、相手してやる。行くぜ。懐かしいな。上げてくぜ。さて、始めようか。私の番。手伝うぞ。うわっ、ダメだ。頑張りますか。どうした目障りだ。さて、来い。私も狙う。俺の番か。やったろうぜ。私の番。おれおれ、さっさと来い。当たってない。どこ見てんの。行くぜ。サポートする。相手にならねえな。夏に車道に出てしまった。注意して街を歩かねえと。どこにでも行けそうだ。あら、ここの名画座休業しちゃったんだ。結構マニアックな映画やってて好きだったんだけどな。うん、私もたまに利用していたのに残念だ。前にやっていた3ヶ月連続サメ映画チャレンジは熱かった。チャレンジ精神旺盛な店主ね。3ヶ月もやれるほどサメ映画って数あんのか。あるんだ、サメを舐めるの。すみません。多いと何見ようか迷うよね。何かおすすめとかあるの。最近だと火星人に操られた悪いサメと地球のサメたちがニューヨークで戦うやつだな。王道だが燃える展開だった。王道ってなんだっけ。まあ多様性の時代だからな。多様すぎるぜ。この間はついにサメが海に現れる映画が公開されて話題になってたぞ。サメってなんだっけ。これだな。よし、取れたぜ。笑ってくれ。懐かしいな。ここは中国パブか。ああ、リンリンですね。前にサッちゃんが潜入して客に脇舐められそうになった。いらんこと言わなくていいの。
いろいろ大変だったんだね。でも店はちゃんとしててなかなかいいところっすよ。ほう、じゃあ今度行ってみるか。さっちゃんはさすがにやめとくか。みんな行くなら私も行くわ。知った顔ももういないだろうし、昔を知ってるスタッフも少ないだろうし。じゃあ今度みんなで飲みに行くとしよう。楽しみだ。やりましょう。それでね。面白いじゃねえか。今日は飲みたい気分だな。そうそう、面白いじゃねえか。その話いいな。ん？どうした？秘密ね。面白いじゃねえか。面白いな。またのご来店お待ちしてます。頭かち割るぞ。後悔するなよ。私の番。狙うか。私の番。どうともしょうま。逃がしゃしねえぜ。頑張りますか。私も狙うか。どうした？俺の番か。どうなるかな。やりすぎないで。ほれほれ。どうした。ヘッヘッヘッ。相手してやる。さて、どうしよっかな。行くぜ。出番が来たな。来ないのか。退屈の野郎だ。さっさと来い。感知。頑張りますか。問題ねえ。俺の番。やったろうぜ。どういうことだ。いや、私の番。
これがうまいの。何見てんだよ。あの世へ勝ち行こうぜ。やるか。どうしよっかな。ふざけないでくれ。こっち見ろ。水はこっちですよ。やりますか。退屈のよ。見せてあげる。くれ。行くぜ。追撃する。来い。出番が来たな。全力全開。私にどう。サポートする。こっち見ろ。楽に死ねると思うな。俺の番か。手数がいるな。こっち見ろ。ふざけないでください。ほらほら。ピンチってやつ。さっさと来い。頑張りますか。任せて。やる。退屈の野郎だ。やる。やってやろうじゃない。行くぜ。やるのかよ。こっち見ろ。寝てろ。なめてっと大変なことになるぜ。触るやつ。出番が来たな。まだ強くなれるか。人生これ成長。まだまだ強くなれそうだ。開けてみるか。開いた。これだな。よし、取れたぜ。大学中退したって言うさ、本当かしら。それそういえば、調子に乗るなよ。覚悟してよね。やるか。仕留める。しつけの時間。いい感じ。いらっしゃいませ。
いただきます。いただきます。やっぱホットミルクは安心するぜ。どれだけでも飲める。ん？どうした？あ、いや、そういえば俺健康診断でバリウムが苦手でよ。そのことをふと思い出しちまった。真剣にミルクを見つめてると思ったら健康診断のこと考えてたのか。私バリウム飲んだことないな。美味しくないの？味がどうというよりも喉越しが悪くてな。飲むのがきつくてさすがの俺も苦戦するぜ。バリウムに喉越しを求めるのか？ただまああれはまずいのが正解なのも分かってんだ。美味しいと思ったら胃が活発になっちまう。胃酸を抑えないと検査がうまくいかないからな。さすが元看護師、そういうことなのね。ああ、理屈は分かるが飲み込めないってところだ。バリウムだけにな。反応に困る健康診断ジョークやめろ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。私やるのかよ。かかってこんか。行くか。どうした？愚か者。仕留める。空くれてやる。はじけ飛べ。ここは任せて。追撃する。かかってこいよ。私も狙うか。かますぜ。相手してやる。どこ見てんの。かかってこんか、愚か者。さっさと来い。痛めつけてやるよ。やる気あるの？さて遊んでやる。バシッと決めるぜ。熱くてたまらん。手加減はなしだ。かかってやがれ。どうした。うがー。うっちいわ。力の差を見せて。さっさと来い。結構調子いいかも。容赦しないぞ。調子出てきたぞ。熱くてたまらん。遊んでいるのか。熱いわ。調子がいいぞ。任せて。かかってこんか。脇が甘いな。空くれてやる。はじけ飛べ。かますぜ。追撃する。ここは任せて。見せてあげる。よっ。手加減はなしだ。見たかよ。状況だけは勝ってやるよ。
よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ？どういうことなんだ？来てくれてありがとな、キリュウ。けど後悔はさせねえよ。そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ？伊達さんの連れなんだろ？さっきまで一緒に飲んでいた。ああ、できれば紹介してやりてんだがな。そうすると大道寺一派との約束を破ることになる。ん？どういう意味だ？あいつは太一だよ。お前が朝顔で面倒を見てたあの太一だ。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。ちょっと待って、少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。いいよ別に。そしたら私が朝まで解放してあげるから。嘘、マジで？いいの？誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。タイちゃんだったらいいかなと思って。なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。間違いねえ、太一だ。でもなんでここに？たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つっても俺だってほぼ初対面みてえなもんだよ。間が持たねえからキャバクラに連れてきた。偉人町の女の子たちがお気に召したようだな。あら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。どういうつもりなんだ、伊達さん。俺は死んだことになってる身だ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。え？だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。本当は俺だってお前らに直接話をさせてやりたい。それでもお前がこのまま人目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。だってさ、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって太一の姿を見てどうだ。やっぱり会わずにいた方が良かったか。死ぬまでにやりてえことには入らねえか。太一のやつが消防士になったってのは知ってたよ。沖縄の他の子たちの近況もそれなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。それを望むことさえできねえってな。ああ、だからよ、俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしている。けど違う、それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時指をくわえて見てるしかなかった。そのせいでお前は遥や春と友人知人にも二度と会えねえ、近づけねえ。今でも何か他にやりようがなかったのかって何度もあの時のことを思い返す。俺から言い出したことだ。俺が死んでみせなきゃ収まらない状況だったんだ。伊達さんにできることは何もなかった。
だがもうあれから何年も経った。今なら少しはできることがあるだろう。ん、なんだありゃ。お、俺どうなってんだ。おい、なんでこいつにばっかりつくんだよ。こっちの席にも女座らせろよ。申し訳ございません、すぐに。当たり前だ、俺らだって金払ってんだぞ。ごめんなさい、なんか俺今日すげえモテちゃってるみたいで。だって大ちゃん可愛いんだもん、私ずっと大ちゃんといたい。本当に？てめえ何勘違いしてんだクソガキ、ニヤニヤ笑ってんじゃねえぞ。いけねえ、女の子たちにチップ弾みすぎたか。いや、大輝のやつを楽しませてやりたくてよ。まずいな、みんなだいぶ酔ってるぞ。もう分かったからちょっと待っててもらえます？すぐにそちらにも女の子つきますから。この舐めやがってふざけんな。ちょっとダメです、やめてください、暴力はダメですって。おい、よせバカ、お前が出てったら大地にバレちまう。頭きた、この女もう許せねえ。いい加減にしろ、そこまでだ。お前大ちゃん、やんのかこれ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。おいおい、なんだよありゃ、大地のやつできすぎだろ。本当だな。さあ行くかよ。お前さっきから女独り占めしてんじゃねえぞ。あ、大ちゃん大丈夫？しっかりして、ちょっと。お客様しっかり。なんてことを、警察を呼びます。うるせえ、全部お前らのせいだろうが。そこまでにしておけ、出ないと俺が太一の分をお返しするぜ。おじさん、こんなとこにおじさんが。おじさん、話せって。どいつもこいつも今日は面白くねえ、やってやるよクソが。いい度胸だね。後悔するなよ。調子のいいぞ私は。仕留める、しつけの時間。やるのか。結構調子いいかも。容赦しないぞ。ひでえな、おりゃもうめちゃくちゃじゃねえか。どんな様子だ。よく眠ってるみたいです。気持ちよさそうに。ちょっと飲ませすぎちゃったから。そうか。お客さん、消防士になっただけのことはあるな。よく鍛えている。もうすっかり一人前の男だ。大地が目覚ます前に出た方がいいな。先に出ててくれ、後で合流しよう。俺はここの後始末をしていくからよ。すまね。おじさん。よう、目が覚めたか。災難だったな。すみません。
そうか、俺酔っ払いに殴られて、あの後誰か来ませんでした？誰かって？もしかして桐生のことか？え、お前ずっと寝言言ってたぜ太一、おじさんおじさんってな。そっか、なんだ夢でしたか。キャバ嬢の女の子が殴られないように立ち上がったまではかっこよかった。何人も相手にして短歌切るなんざなかなかできることじゃねえ。ああいう勇気を出さなきゃいけないときは桐生のおじさんを頭に思い浮かべるんです。おじさんならどうするかなって。そうするとあんまり怖がらずに体が動くんですよ。なるほどな、そいつはいいおまじないだな。俺も今度から試してみるよ。ええ、ぜひ。絶対聞きますから。この店は神奈川県警の知り合いに教えてもらったんだ。一杯頼めば好きなだけいさせてくれる。今後偉人町ではここが俺のアジトだ。ん？それってしばらく俺もこの町に居座るよ。でお前のエンディングノートを充実させてやる。太一を引き合わせたのはほんの手始めだ。これからもじゃんじゃん横浜に人を呼び寄せる。いや、そんな真似したら大老実派が黙っちゃいない。今日はまだ何の苦情も届いてないぜ。それに太一にだってお前の生存はバレてない。つまり俺らは今も大道寺一派との約束を破ってねえわけだ。それはなんていうか、ずるい手を使っているのは承知の上だよ。だがお前に残された時間を考えりゃ何でもねえ。もしお前が止めたって俺はやる。大道寺が文句を言ってきたらその時考えりゃいい。さっき太一に会ってどうだった？やっぱり会わなきゃよかったか？俺にはそういう風に見えなかったぜ。お前はあいつに手を触れて感じたはずだ。この世界との絆はまだ脈々と息づいているって。確かにな。そいつはお前がこの世界を生きてきた証だ。太一とだけじゃねえ、他にもたくさんある。桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。困難だった分実りも大きい。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。俺は心の底からそう思ってるよ。また連絡する。春日のために動くのも結構だが、たまには自分のためにも時間を使うんだな。伊達さん、ありがとうな。なんて言ったらいいか、言葉が見つからねえくらい感謝してる。俺は太一やあの子たちとは子離れをしたつもりだった。もう会うことができなくても大丈夫だと。だがこの耳であいつの声を直に聞いて、この目であいつの顔を直に見れて、こんなに嬉しいとは思わなかった。その気持ちだけで十分だ。ますますやる気が出てきたよ。
孫妃、この前のボヤ騒ぎはどうなった？ハンピン・リューマンがコミジュルの縄張りに放火したって話。ああ、気にかけてくれていたのか。ただ、その件についてはあまり話したくないんだよ。偉人町の内輪もめだし、私がリーダーとして解決すべき問題だ。キリュさんは気にしないでくれ。逆だ。そういう時はな、一人で抱え込まない方がいいんだ。話してみてくれ。あんたにとって対等の立場で飲める相手は少ないんだろう。いや、そうは言ったが、クソ、参ったね。あまりあなたの前で醜態を晒したくないのに。なるほどな。放火はあったが、犯人の目撃情報はなかったと。ああ、分かってるのは、何者かがコミジルの縄張りと承知の上で火を放ったという事実のみだ。そうなると不思議だな。何がだ？確か火をつけたのはハンピン・リューマンだったってはっきり部下から報告をされたんだろう。目撃情報がないのに、なんでその報告はハンピン・リューマンを名指しできたんだ？さすが気づいたか。結果から言えばハンピン・リューマンは濡れ衣だ。放火の犯人を示す証拠はない。情報はデマだった。だがそのデマが何のふるいにもかけられず私の前に挙げられてきた。問題はそこなんだ。どういうことだ？デマの発生源がコミジュル内部だったということだよ。それも組織の上層部の中だ。じゃあコミジュルの幹部にあんたへ嘘の報告をした人間がいるってわけか。ああ、そいつはおそらく自分の手下どもに放火させハンピン・リューマンに濡れ衣を着せるデマを流したんだろう。それはコミジュルとハンピン・リューマンの分断を煽る裏切り行為だ。当然見過ごすことはできん。そうだな。下手すりゃ組織同士の抗争が起きてもおかしくない。ああ、実はコミジュルとハンピン・リューマンの馴れ合いを不満に思っている者が未だに一定数いるんだ。彼らを煽って分断と対立を深めれば両組織をまとめている私を糾弾することができる。裏切り者の最終目標はそこにある。私を追放してコミジルを乗っ取ることだ。そこまで分かってんのか。じゃあもしかしてその裏切り者の正体も。ああ、デマの流し方がお粗末だったものでね。裏切り者の正体はコミジルのサイコさん幹部。名前はソ・ハンチョルという。その男がソ・ハンチョルか。以前あなたにも話した良きおじさんたちの一人だ。もうすぐ隠居してもおかしくない年なのにな。最後に一旗あげる気になったと見える。あんたのことを裏切ってか。サイコさんって言うんなら付き合いも長かったんだろう。腹が立つな。絶対に許せねえ男だ。まるで私の分まで怒ってくれてるようだ。感謝するよ。思ったことをそのまま口に出しただけさ。あなたにみっともないところを見せたくなかった。それがここまで打ち明けることになるとはな。ソ・ハンチョルは何か組織に不満を抱えていたのか。理由もなくクーデターなんて起こさねえはずだ。特別思い当たる節はないね。強いて言えば私が女で若いからかもしれんな。百戦錬磨のフルツワモノとしてはこんな私の下で終わりたくないということか。
まさにおじさんの考えだな。いくつかのルートから同じ報告が来ていてね。ソハンチョルは密かに反逆の同士に声をかけている。いわく孫悲は女にしては上出来だが弱腰すぎる。組織をまとめるのにもっとふさわしい者がいる。そんなヨタを吹いて回ってんのか。私がその気になれば偉人町の動きは全て筒抜けだ。ソハンチョルはもう現代の情報戦についていけてない。だがその一方、過去の英雄としては人望がある。かくいう私も彼らの武勇伝を聞いて育った世代だ。登場界の全盛期に死闘を演じた猛者なんでね。敵に回すことになるとは想定もしていなかった。高いプライドを捨てきれず、時代から取り残された過去の遺物さ。まったく、もういい年なのに無茶をする。あ、一応言っとくと、ソハンチョルは桐生さんよりもっとだいぶ年上だからな。ふん、取ってつけたように言いやがる。そんなことより、あんたはそのソハンチョルをどうするつもりなんだ。組織のリーダーとして裏切り者をどう扱う？ふん、こうなるから桐生さんに話したくなかったんだ。あいにくまだ決めかねているんだよ。たっぷり好きなだけ迷え。俺も付き合う。ありがたいよ。どうせならもっと色気のある悩み相談ならよかった。裏切り者への処置ってのはちょっと色気が足りないな。ありがとう桐生さん。迷いを人に話すとすっきりするんだな。ああ、そういうもんだし。とはいえ、あなたには他にやることがあるだろう。そちらの抱える問題は私のより差し迫っている。私はあなたの手を煩わせたくはない。だから。だから？ここからはもっとくだらない話をして飲まないか。そうだな。それが一番贅沢な飲み方ってもんだ。やはりあなたはよくわかってる。よう、ナンバー。あ、桐生さん。いや、参ったな。なんだよ、人の顔を見るなり何が参ったなんだ。それが前に話しましたよね。俺の前の職場でみやびちゃんって子に付きまとってるセクハラ役員のこと。ああ、そいつがどうしたんだ？あの野郎、偉人町に来てるみたいなんです。部下を引き連れて飲んでるそうで、今みやびちゃんから電話で知らされたとこなんです。町で鉢合わせないように気をつけてって。とはいえ、野郎のせいで俺はクビにされたし、みやびちゃんは秘書の仕事を取り上げられた。何を考えてる？せっかくの機会なんで、面を拝みに行って文句の一つでも言ってやろうかと。それだけで済むのか？ぶん殴りに行くような鼻息だぜ。そいつは行ってみなきゃ分かりません。けど桐生さんの顔を見たら、なんかこう行かなきゃ男じゃねえって気がしてきて。おい、俺を出しに使うんじゃねえよ。あ、いや、でも本当にそうなんです。奴にはいろいろ確かめたいこともある。
もう行かずには収まらねえ。お前どのくらい飲んでた？だいぶ酔ってるだろう。まあ、よし行きましょうよ、桐生さん。俺についてきてください。おい、どうしたってんだよ、ナンバー。確かこの辺に来てるって聞いたんすけどね。ほら、桐生さんもセクハラ野郎を探してください。お前は少し落ち着け。おいおいおい、もしかしてナンバじゃねえのか。ついてるぜ俺は。やっと見つけたぞ、この豚野郎。なんだとこら。てめえ、誰に向かってそんな口聞いてやがる。立場をわきまえろよ。立場って何のことだ。もしかして会社の肩書きを言ってんじゃねえだろうな。こっちとらクビになってんだ。てめえにどんな口聞こうが俺の勝手だろう。ここは天下の往来だぜ。おっと、そうだったな。ああ、お前ら知ってるか。こいつはナンバっつって、昔は薬を横流ししてたコソドル看護師なんだよ。昔の話だし濡れ衣だ。てめえは現在進行形のセクハラ野郎だろうが。俺をクビにしたのはお前の差し金だったのか。みやびちゃんを口説こうとして彼女のそばから俺を追っ払うために。ははは、そうだよ。なんだ、それが気に食わなくてこんなとこまで押しかけてきたのか。それだけじゃねえ。みやびちゃんに嫌がらせで秘書の仕事を取り上げたな。その通りだよ。俺が憎たらしいか。じゃあかかってこいよ。おら、どうした。なんだと。ナンバ、やつはお前に先に手を出させてんだ。そうすればお前を袋にする口実が立つと思ってんだ。お友達はお詰めが回るようだな。でもお前はそうじゃねえだろ、ナンバー。バカはバカらしくまっすぐ突っかかってこいよ。そうか。やっぱりそういうことだったんだな。うん、俺が仕事をクビになったのはお前にとって俺が目障りだったからか。つまりやっぱり一番がネットで炎上したこととは 100% 無関係だった。あいつは無実だ。はあ、何言ってんだ。よかった、キリュウさん。一番は何も悪くねえ。俺が言ってた通りでしょう。ナンバ、お前、何言ってんだかさっぱりわからねえぞ。もうめんどくせえ。かかってこねえならこっちから行くぜ。頭に来たぜ。かかってきやがれ。俺の番か。終わらせる。お前か。この野郎、出番が来たな。これだ。これで抜き。ついてこれるか。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきた。ちょっと待ってください。何なんだこいつら。セクハラ役員さんよ。まずみやびちゃんへのつきまといはやめろ。
それと彼女は秘書業務に戻しやる。当然お前の秘書に戻すんじゃねえぞ。まともな上役のもとへつけるようにしてやるんだ。いやしかし、まさかできねえとは言わねえよな。もしそうならまた俺らが挨拶させてもらいに行くぜ。分かった、もう殴んないで、痛いのは無理です。そうだよな、めったに味わえねえ重い拳だったろうからよ。ったく、とにかくずらかるとしよう。騒ぎになると面倒だ。すんません、桐生さん、ご迷惑をおかけしました。俺のことはいい、春日はいい立ちに恵まれたな。え？さっき分かった。お前が気にしていたのは自分が職場を追われた理由どうこうよりも、何よりもそのことに春日が関係しているかってことだったんだな。ええ、一番のやつ自分のせいでみんなに迷惑かけたってえらく落ち込んでましたからね。ところが今こうして蓋を開けてみりゃ、あいつのせいでも何でもなかった。やっぱり一番が俺に負い目を感じることなんて一つもなかったと分かったわけです。俺にとってはそれが最高に嬉しいんですよ。お前は自分の失業が春日の炎上絡みだと思っていた時もあいつを恨んじゃいなかったよな。そうですね、だって当たり前ですよ、あいつは何も悪いことしてねえんだから。そうか、ただね、ん、口ではそう言って歯食いしばってましたけど、やっぱり心の中じゃちょっと辛かったんです。俺なりに随分探して見つけた職でしたから、そいつを急にクビになったもんで、少しでも気緩めたら一番への恨み事が口からこぼれてたかもしれねえ。ああ、でもだからこそよかった、俺一番を恨んだりしなくて、てめえのしくじりをあいつのせいにしなくて。ナンバすみません、なんかほっとして涙が。ナンバ、今日くらいは飲もうぜ。いい酒ってのはこういう日のためにあるんじゃねえか。ずるいな、キリオさん。あ、どうせ飲むならとびきりいいの行きましょうや。ああ、あ、マスター、この店一番で俺らの予算内のやつ一つ頼むわ。いらっしゃい。
ぶっ潰す。楽しませてもらうよ。やるか。やるのかよ。仕留める。しつけの時間。行くぜ。遊んでいる。寝てるな。私の番。出番が来たな。相手してやる。必殺。うわあ。私の番。合わせるぞ。俺の番か。手伝うぞ。東京だけは買ってやるよ。私の番。どうしたら。やりますか。足が知らない。こまめしちゃダメ。行くぜ。手数がいるな。出番が来たな。レザーよ。全力全開。私の番。来ないのか。相手してやる。やるのかよ。こっち見ろよ。容赦しない。ふっ。かかってきなよ。やるか。おい。脇が甘いな。そうだ、くれてやる。諦める。俺の番か。恥かいて知らない。終わらせる。これは頑張りますか。やるのか。必殺。一息つこうや。乾杯。乾杯。どうしよっかな。遊んでやろうか。逃がしゃしねえぜ。さっさと来い。うるせえ。うるせえ。うるせえ。行くぜ。行くぜ。
けるわ。うん、うわ、体を持て。必殺あたれ、やるじゃん。わしはいいか。俺たちすごいんじゃねえ。素直に喜んでおくか。いいか、見とれないでよね。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。始めようか。調子がいいぞ、私は。どうした？脇が甘いな。ソラ、くれてやる。はじめ止め。調子出てきたぜ。さて、容赦しないぞ。勝負あったね。違う。
キリュウさん。今日だけは買ってやるよ。まだ強くなれるだな。いらっしゃいませ。
ただきます。いただきます。ファストフードはすぐにうまいハンバーガーにありつけていいよな。腹ペコの時は神に思えるぜ。まあ心と胃袋に余裕がある時は待ってる時間も楽しいんだけどね。そうじゃないと1秒が長く感じるわ。待ち時間といえば、少し前に昼食を取りにファミレスへ行った時。ソンヒ、ファミレス行くんだ。私だってファミレスくらい行くぞ。そっか、そうだよね。イメージがちょっと湧かなかっただけ。ごめん、続けて。それでメニューの隣に間違い探しの本があってな。子供向けだろうと思いつつ、することもなかったので手に取ってみたんだが、これがまた死ぬほど難しくてな。しかし手に取った以上やり遂げねばと思い、食事どころではなく、全て解き終わった時にはすっかり夜になっていた。なんて迷惑な客なんだ。多少熱くなってしまったが、待ち時間を楽しくする工夫を感じるいい店だった。全てのレストランに間違い探し本を常備するのはありだと感じたな。ありかもしれないが、孫妃みたいな客しかいなかったら店回らなくなんねえか。そんなお客さんそうそういないから大丈夫だと思う。ごちそうさま。ありがとうございます。調子に乗るなよ。後悔するなよ。調子がいいぞ。私は調子出てきたぞ。ここは任せて。おれおれ、容赦しないぞ。かかってこい。やろうぜ。力の差を見せてやる。やっ、手加減はなしだ。かますね。目障りだ。調子がいいぞ。私は脇が甘いな。調子出てきたぞ。終わらせる。せい。容赦しないぞ。私の分。仕留める。行くぞ。手加減はなしだ。打ち取ったよ。人生これ成長ってな。問題ない。さて、始めようか。調子がいいぞ、私。こっち見ろや。脇が甘いな。しんどい。逃がしちゃして。こりゃ。
調子出てきたぞ。来ない。おい、寝てるな。結構調子いいかも。狙うか。惜しかったね。見たかよ。まだまだ強くなれそうだ。懐かしいな。体調万全だ。いきってんじゃねえぞ。始末にあげてやるよ。かかってきやがる。力の差を見せてやる。本気出せよ。脇が甘いな。かかってくれ。手加減はなしだ。来いよ。終わらせる。かますぜ。調子いいかも。容赦しない。調子がいいんだ私は。ダメだ。かかってきなよ。容赦しねえぞ。今日だけは買ってやるよ。エモいぜ。バラバラにしちゃう。後悔するなよ。やるか。仕留める。どうしよっかな。さらさらしんじゃう。見せてあげる。やるのかよ。ちょっついてこれるか。出番が来たな。私の番。手伝ってやろうぜ。やった。手加減はなしだ。シンプルに行く。シャー。ほんで。おしまいだ。あ、こんなもんだ。
った。これからはそんな風に気を使わないで、すぐに知らせてくれる？ええ、よろしく。どうした？何か問題か？はい、ちょっとお店のことで。でも、キリュウさんにはきっとつまらない話だし。そんなにじらさなくてもいいだろう。そいつはいい女の特権なんだろうが、余計に男の気を引くだけだ。お預けされてるいい男の顔がたまらなく好きなんですよね、私。いい趣味してるんだな。お褒めの言葉と受け取っておきます。キャバでトラブルがあったとしたら、大抵は売り上げが立たなかったか、キャストが引き抜かれたかってところだ。ヤクザにみかじめをせびられて嫌がらせを受けるっていうのもありますよ。清流会はそのあたりには手を出していないと聞いてるんでな。さすがですね。ええ、実はうちのキャストがライバル店に引き抜かれたんです。もちろん偉人町でもそれはご法度なんですけど、最近は景気が悪くてみんな生き残りに必死なんです。何人引き抜かれたんだ？今のところまだ一人、他に 4,5 人が声をかけられてるみたいなんです。ずいぶん大掛かりだな。みんな引き抜かれたらうちはおしまいですね。手塩にかけて育ててきた女の子たちだから、今ほどの戦力は多分もう再現できないんです。そしてもっと悪いことに、私が別の理由で店を畳もうとしてるって噂が出て、引き抜きが起きやすくなっているんです。ん？どういうことだ？その噂によると、私がコンサルの社長からアプローチされて結婚する気になってるって言うんです。実際アプローチは本当だし、そういう目で見ると人によっては私が浮かれているようだったみたい。それで店を畳む噂に信憑性が出てきちゃったんです。なるほどな。そういうことならよその店に移ろうかとキャストの子たちも考えるか。おまけに浮かれている私に気を使って引き抜きをかけられてるって報告も遅くなり、ようやく知らせがあったのがさっきの電話。なんだよ、全然つまらねえ話じゃなかったぜ。悠々しき事態じゃねえか。私はそんなことよりも、はっきり言って店の子たちに遠慮されたのがショックですよ。普段から言いたいことは何でも言ってねって、風通しが良くなるように努力してたんだけどな。なんていうか、最近面倒見がいいっていうのとおせっかいのラインが曖昧じゃありません？私だけ？人間偉くなったり立場が上がると、多かれ少なかれ他のもんと距離ができるもんだ。仕方ね。それよりさっきの引き抜きの話だが、聞いてて一つ気になったことがある。え、気になったことって何です？その引き抜きが
初めから仕組まれていたってことはねえのか。仕組まれてたって誰に？お前に寄ってきているコンサル社長、そいつのアプローチがキャストたちの引き抜きを起こしやすくしたとは言えねえか。そうですかね。店のキャストはお前に育てられて恩義を受けてる。普通ならそう簡単に引き抜きに応じねえだろうし、すぐに報告をあげてお前も対処できたはずだ。なるほど、そうだったかもしれません。でもおかしいか。コンサルの社長は前にも言いましたけど、うなるほどお金もあって左打ちはです。そんな人がキャバの引き抜きなんかに噛んできます？確かにな。それにうぬぼれてるわけじゃないですけど、彼から私へのアプローチは本気だと思います。もしあの振る舞いが結婚詐欺師の手口だったりしたら、それを見抜けない私じゃありません。ふん、そうまで言われちゃ返す言葉もね。ああすみません、渡したらついムキになっちゃって。じゃあ万が一ってこともあるし、彼の関わりも疑って引き抜きの件調べてみます。気を悪くさせたかもな。経営の素人が余計な口出しをした。そんな風に思っていませんよ。最近私のこんな相談に乗ってくれるのは桐生さんしかいないんだから。ならよかった。またいつでもつまらない話を持ち込んでくれ。そういうことならお言葉に甘えちゃいますよ。ああ、報告ご苦労。私もすぐに行く。お前たちはこれ以上手を出すな。相手がソハンチョルでは怪我人が増えるだけだ。何かあったみたいだな。コミジュルの部下と電話してたんだろ。さて、何のことかわからんな。あいにく私は今飲み終えたところだ。失礼するよ。待てよソンヒ、何か手が足りなさそうな雰囲気だったぜ。ふん、私はコミジュルの女王だ。いつだって手は足りてるさ。鈴木さん、珍しく振られてしまったようですね。ええ、取り付く島もありませんでした。ソンヒのやつ、何があったかご存知ですか？これは告げ口するようで言いづらいんですが、コミジュルの高派が一斉に反旗を翻したそうです。え？ソハンチョルを中心に10人ほどが徒党を組み、次々にハンピン・リューマンの店を襲撃しているとか。ソンヒさんからコミジュルの主導権を奪うために、手っ取り早くよその組織と抗争を起こす気でしょう。まさか急にそこまで。彼女としてはハンピン・リューマンが怒り狂う前にコミジュル自身の手で騒ぎを止める必要がある。ハンピン・リューマンの店ってのはどこですか？場所はわかりますか、マスター？助けに行きたいというわけですか？ええ、お気持ちはわかりますが、
孫一さんは外部の力を借りるわけにもいかないでしょう。自分たちの手で事態を解決し、リーダーシップを見せなければ同じことの繰り返しになる。それでも今は一刻を争うはずです。俺だってそんな話聞いてのんびり飲んじゃいられねえ。問題はもう一つあります。彼女はあなたの前では普段以上に強くあろうとしているように見えます。どうやら憧れの存在を前にしてかっこ悪いところを見せたくないんでしょう。その気持ちを無下にするのはどうも大人げない。だがそんなこと言ってる場合じゃそこでいいものがあることを思い出しました。ん？これで顔を隠せばあなたもコミジュルの一員です。その上孫一さんもあなただとは思いません。なるほど、オンに来ます、マスター。もうよせ、ソハンチョル。私はあんたを英雄だと信じてきたんだ。なのに。ふん、そうとも英雄だ。それが今じゃ小娘の下でつまらん余生を送らされている。流血も構わず奪い取る力こそが裏社会を制する。所詮女のお前には務まらん。俺が立つほかない。あいつがソハンチョルか。ソンヒ、見てみろ、そこの軟弱な手下ども。身の程もわきまえず俺を止められる気だったらしいぞ。思い上がった若造たちだ。今のコミジュルに戦う気概のある男はもういない。俺は登場界の全盛期に流血の日々を送ってきた。生ぬるいお前の組織は俺が変えてやる。何がおかしい？猛録したな、ソハンチョル。あんたの口ぶりだとまるで力ずくでならこの私に勝てるかのようだ。ふん、当たり前だ。だが今なら見逃してもいい。その代わり俺の前にひざまずいて降伏してもらう。そしてコミジュル総帥の座を明け渡すと偉人帳中に誓うんだ。それだけか。他に望む？そうだな、ひざまずく時は服も脱ぎ、コミジュルの女王が全裸で屈服する。下々の民はそういう見せ物が好きだからな。お前にはそういうサービス精神がなかった。安心したよ。ああ、かつて誇り高かった戦士も今私の中で死んだ。ここにいるのはその抜け殻のゲスでしかない。安心して組織の長として貴様を処分できる。抜かせ。お前の手下はもうそこにいる一人だけだ。どうあがいても勝ち目はない。安心しろ、私は一人でも奴らに勝つ。なんだったらお前は逃げてもいいんだぞ。いえ、そんなわけにはいきません。どこまでも応答もしますよ、ソンヒ。お前、その声は。私にお構いなく。ソハンチョルが来ます、備えてください。分かってる。よし、ついに俺の時代が来る。行くぞ、お前ら。ただじゃ済まさねえ。楽しませてもらうよ、私の番。脇が甘いな。しつけの時間。しびれろ。調子出てきたぞ。ん、寝てるわ。ふん、からげんじゃねえ。相手にならん。
こんな奴らにこのソハンチョルが。残念だったな。お前は状況を見誤った。歳は取りたくないものだね。ハンピンリューマンに手を出した以上、あんたの身柄は彼らに渡して連中の判断に任せる。残念だが命の保証はしてやれん。そんな待ってくれソンヒ。俺が悪かった、俺が間違っていたよ。裏社会の掟は知らなかったじゃ済まされない。そう教えてくれたのもあんただったのにな。おいお前、ご苦労だった。助かったぞ。うちの組織にお前ほどの者がいたとはな。女王のお役に立てて何よりでした。顔を見せてくれないか。申し訳ありませんが、それより早く怪我人の手当てをしないと。人を呼んできます。恐れ入りますが、もう行かせてもらえますか。ふん、分かった、行っていい。さっき私が店を出た時から今までずっと飲んでいたのか。あまり長く飲んでいると体に触るぞ、キリュウさん。大丈夫だ、量は大して飲んでないんでな。隣座らせてもらおうか。さっきかぶっていたコミジュルの仮面はマスターから借りたのかな。うん、さてな、何の話だ。ずいぶんと気を使わせてしまっているようだ。まあそういうつもりなら私も芝居に乗るさ。なあマスター、あんたも一枚噛んでるんだろ。おっしゃってる意味が分かりませんな。そうだったな。あなたたちは自分の過去や隠し事を簡単に明かしたりはしない。その辺は年季が入っているんだった。まあ飲めよソンヒ。妙に絡むじゃねえか。マスターが困ってるぜ。この私をそんな小娘扱いできるのはあなたたちくらいのもんだ。だがそこがこの店のいいところかもな。いい仲間といい酒に乾杯だ。乾杯。乾杯。ところでコミジュルの裏切り者は片付いたのか。確かソハンチョルってやつがそうだったよな。まだ言うか。いや教えてはやらん。それはコミジュルの話だ。よそ者には関係ない。キリュウさんだけならまだしも、マスターまで薄笑いをしてるのはけしからんな。釣れないことを言いますね。ああそいつは言えてる。客商売でそいつはまずいでしょうマスター。言ってくれますね。you
そういえば桐生さんも菅さんのところで菅拾いやったんですか。ああ、うわ、全力で漕いで一心不乱に菅を集めるのはなかなか面白い。一番も必死にやってたが、まさか桐生さんもハマるとはな。なんちゃんはもうやらないの。ああ、俺はもう一生分ぐらいやりまくったからな。サエコもどうだ、結構いい運動になるぜ。ああ、ダイエットになるならいいかも。そんなレジャー感覚でやるもんじゃないんだけどな。まあいい運動になるのは確かだ。筋肉で足もたくましくなるしな。確かにな、大腿四頭筋が引き締まった気がするぜ。やっぱ遠慮しとこうかな。いらっしゃいませ。ありがとう。するなよ。終わらせる。東京だけは買ってやるよ。よし。わかった。任せろ。もしもし。孫妃だ、キリュウさん。どうやら私たちは清流会に一杯食わされたみたいだよ。は？何の話だ。今そちらに動画の URL を送った。さっきタテラチャンネルって人気の VTuber が公開したものだ。動画？7年前に広島で撃たれてお亡くなりになりました。と
思いきや、この映像は数日前にハワイで撮影されたものです。映っているこちらの人物なんですけど、ほらこれ、さっきの桐生一馬に似てませんか？というかそっくりですよね。では映像の続きを見てみましょう。久しぶりだな、春日。え、桐生さんですか？他に誰がいるってんだ？聞きました。相手の男が桐生さんって呼びましたよね。彼は間違いなく桐生一馬です。生きていたんですよ。で、今の映像にもう一つすごい事実が隠されてたんですけど、気づいた人いますか？久しぶりだな、春日。はい、これ皆さん覚えてます？以前当チャンネルでその闇を暴いた春日一番、偽りの浜の英雄です。死んだはずの伝説が生きていたと思ったら一緒にいるのが春日一番？なんで？どういうこと？というわけで、今回はゲストをお呼びして解説していただきます。裏社会に詳しい、というか今最も力のあるヤクザ組織のお二人です。どうぞ。こちらは青龍会という団体の偉い人です。本日はよろしくお願いします。早速ですが、映像に映っていた桐生一馬をどう思われますか？本人で間違いありません。実は昨日、彼は私どもの事務所を訪ねてきたんです。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。おそらくは警察の一部も捏造に加担していたと考えられます。警察は桐生の死を偽装したと。そんなことが可能なんですか？桐生一馬は東条会の元四代目で、共に解散した近江連合の渡瀬会長とも実婚の仲でした。長年日本の裏社会を牛耳ってきた仲間たちの支えがあったはずです。さらにそこへ大道寺実の残した政財界にまたがる影の一派が加わります。彼らが警察に圧力をかければ不可能ではなかったということでしょう。そして昨日撮影された映像があります。また桐生一馬、向かい合って座っているのはもしかして？ええ、私たち二人です。この映像はどういう状況だったんでしょう？桐生一馬はハワイの映像にもあったように春日一番の黒幕といえる人物です。自分の死を偽装してまで姿を隠してきた彼が再び現れた。その目的として考えられるのはおそらく東条会の復活です。だからかつての東条会本部を買い取った我々に対し、建物を明け渡すよう恫喝を。それがこの映像が撮影された際の状況です。お二人ともよくぞご無事で。そんな桐生一馬を警察は野放しにするんでしょうか？彼は今も死人として扱われています。警察も手出しできません。だから我々は映像をこちらのチャンネルに提供するしかなかった。なるほど、そういうことだったんですね。貴重な情報ありがとうございます。さて皆さん、たたらチャンネルではさらに桐生一馬を追いたいと思っています。この国家ぐるみの特権階級的ヤクザを追求できるのは真実の持つ力だけです。そして悪名高き東条会の復活は是が非でも阻止しなくてはなりません。皆さんも桐生一馬を見つけたらどしどし情報を送ってくださいね。桐生さん、大変だ。ネットにたたらチャンネルが。もう知ってるみたいね。孫妃が教えてくれたんだ。大丈夫っすかね、桐生さん。あんたが生きてることこんな大っぴらになっちゃって。どうだろうな、花輪の反応次第ではあるが、いずれにせよ俺はもう長くねえんだ。大ごとにはならねえさ。そんな、桐生さん。だが
蛇名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ええ、あいつら一体どういうつもりなんだ。なんだってこんなことを。昨日会いに行ったことが奴らを刺激した。そう考えるのが自然だろうな。ねえ、タタラチャンネルって一番のこともガセネタで叩いたよね。元ヤクザに万引きさせて荒稼ぎしてたとか言って、ちゃんと仕事でやってたことを悪意たっぷりにねじ曲げてさ。ん？あのチャンネルってさ、普段は大手メディアが切り込めない悪を切るって言って、真っ当なスクープで勝負してるみたいなの。なのになんで一番と桐生さんの時だけこんな事実無根の捏造ネタに走るわけ？さあ、そんなこと言われてもよ。それにタタラチャンネルは海老名たちとどういう関係？現役のヤクザを顔出しで出演させるなんてさ。桐生さんの映像なんて昨日撮られたばっかなんだよ。いくらなんでも動き早すぎない？さすが、いいところに目をつけるね、サエコ。ソンヒ、お前もしかして走ってきたのか？状況が状況だからな。私の話はどうでもいいだろう。まだ確証はないが、海老名たちとタタラは最初からつながっていた可能性が高い。最初から？いつからってことだ？少なくともあなた方が奴らの名前を知る前からだ。なんでそこまで言い切れるんだよ。出なきゃ海老名たちは晒す必要のない顔を一回の配信者のために出すか。ん？清流会を束ねる立場で普通はそんなことしない。リスクでしかないからな。だが奴はそれをした。だから今後起こりうるのは、海老名たちが自分の情報発信にタタラを使うってことだ。登録者数500万人の発信力を利用してな。そして私はさらにこんな見方もできると考えている。これまでのタタラチャンネルの大半の情報源は海老名だったんじゃないかとな。それって海老名がいろんなネタをタタラチャンネルのために提供してきたってこと？何かそう思う根拠があるのか、ソンヒ。海老名の経歴だ。あいつはもともと警察庁のエリート官僚だった。そうだったの？それがヤクザに転身なんて随分な方向転換だね。何があったんだろう。その辺の経緯は不明だ。特に不祥事を起こしたという情報もない。ただその経歴を考えるに、大手メディアで大っぴらにできなかったネタはいくらでも持っているだろう。それだけじゃ苦しくねえか？確証はないと言ったはずだよ。あ、ちょっと待てよ。そういや一番のやつはタタラに悪評を立てられて、そのすぐ後沢城からハワイへ行くように言われたんだ。つまり？いや、もし何事もなくそれまで通り元棒に仕事の斡旋を続けていられたら、それでも一番はハワイに行ってたのかなって。沢城は春日をハワイへ行かせたかった。そこへ都合よくタタラチャンネルが春日を告発して踏ん切りつけさせたってことか。ええ、一番は結局沢城たちのいいように動かされてたのかもしれません。こうなると昨日あいつらがパレカナの本性を知らねえっつってたのも怪しいもんですね。海老名と沢城に何もかも仕組まれていたとしたら、これから何が起きる？さあな、そいつはまだ分からねえ。じゃあまた海老名たちと話しに行く？そうしたいのは山々だが、昨日とは訳が違うぞ。下手をすればあそこにいた全清流会を相手することになる。あんな動画をネットに出した以上、向こうはもう臨戦態勢だ。桐生さんも本調子でない今、全面戦争は避けるべきだろうな。情けねえ話だが、ソンヒの言ってることは正しい。ならこういうのはどうです？
青龍会は新事務所ができた分、異人町本部の方は手薄になってるはずでしょう。だからまずそっちを当たってみるんです。誰か話のできる幹部連中が残ってるかもしれませんよ。なるほど、それなら悪くないな。はあ、行ってみるか。ここですよ、桐生さん。青龍会の本部です。はい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 、お待ちしていましたよ。こちらは万力ジャーナルです。なんだこいつら。皆さんご覧ください、伝説の極道が今私たちの目の前に立っています。タタラチャンネルの告発で話題沸騰、桐生一馬氏です。ああなるほど、再生数目当てのハイエナだ。取材させてくださいよ桐生さん。すごいっすね、自分死んだことにしてこそこそ隠れてきたわけでしょ。それが明るみに出て今どんな気持ちですか。ほら一言、早く早く。邪魔だ。あっ、いって、骨が折れたわ。なんなのこの茶番は。当たり屋か。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが桐生一馬という伝説の。ガキの遊びに付き合ってる気分じゃねえんだ。とっとと失せろ。本当に病人なのこの人。おい、ざっけんだよ。マジで骨が折れたじゃねえか。全部取ってやるぞ。ほう、思ったより根性があるじゃないか。お前ら何やってんだ。行け、俺が取ってるからよ。タイトルはな、伝説のヤクザ桐生一馬と戦ったらめっちゃ弱かっただ。こいつどの口で言ってんだか。お仲間たちはビビって動けなくなってるみたいだけど。大丈夫だ、話はついてるからよ。こっちに来ることは海老名にはお見通しだったか。ガセネタの配信といい、このお出迎えといい、もう敵意むき出しだね。はあ、これが青龍会からの宣戦布告ってとこだろうな。ならどうする桐生さん。決まってる、売られた喧嘩は買うまでだ。行くぞ。ふかしてんじゃねえぞ。覚悟してよね。私の番。脇が甘いな。しつけの時間。脇が。やるのかよ。ビリビリしやがる。手加減はなしだ。しゃあ。ほら来い。くそ、おんが。私の番。私も狙うか。やるか。仕留める。しつけの時間。死ぬ。出番が来たな。ほっ、調子出てきたぜ。
状況を覚えておいた。さっき清流会の奴らと話がついてるって言っていたな。あら、どういう意味だ。いや、その早く答えろ。出なきゃ折れた船を俺が乗すぞ。治る保証はねえけどな。たたらチャンネルから DM が来たんです。キリュウさんがその清流会の本部に来るはずだって。組の人が守ってくれるから挑発して動画を撮れと。孫妃の予想通りだね。タタラチャンネルとエビナたちはつながってた。ああ沢城もグルだ。春日がハワイへ行かされたのも何か理由があって仕組まれてた。どんな理由が。ハワイの状況を聞いてみる。こういう時のために連絡要員もいる。連絡要員？多分花輪さんって人だ。大道寺一派の人でよ。繋がらないのか。ハワイは今夜中ですかね。みんな寝てんのかも。